ひろきさんの地蔵って愛とは何かを熱く語ってください。ついでにまた飲みたいと思う印象的なビールを教えてください。夏目漱石が、あの、なんか月が綺麗ですねって言い始めたっていうので、で、結局そのキリスト教からもともとその愛とかアガペーっていう言葉が来てるんですけど、あの、日本ってキリスト教ではないので、 で、その神の愛という概念がないんですよね。八百ロズで、まあ、あの、神様っていろいろいるよねっていうので、で、その薬病神みたいな、要はその一心境の場合って、神というのは、まあ、あの人間の一応親なので、人間が幸せになるようにいろいろ考えてくれるよねって話なんですけど、その八百両の神の場合って、その薬病神とかみたいな、あの、人間にそのメリットがない。 神様がいる。貧乏神みたいな。っていうのもあって、なのでいろんな神様がいるよね。で、別にその神様って人間のために生きてるわけじゃないよね。っていうので、割とその自然だったりっていうのを、その、まあ、起きるべき出来事はしょうがないよね。って受け入れるっていうのがあって、その、無償の愛っていう概念があんまりないんですよね。その、ヤオルズだったり、多神教のところって。でもその一神教の場合は、神様っていうのが、ま、その人類を一応、その息子と娘として育てているので、その神様というのは見返りがなく、その、子供たち、あの、いや人類を愛してくれてるんだっていうので、 もともと愛という概念が出たするのでなのであの日本人がそこ理解しづらいっていうのはまあ当然なんじゃないかなと思いますけど。はい